紹介させていただくのは3月に発売のジャコビー Q です。こちら通常のジャコビーはジグヘッド用に開発されてたんですけど、そちらのマテリアルが柔らかく変化しまして、ダウンショットとか猫リグに最適のワームが登場します。これはヘコ認定取っておりますので大会でもご使用いただけます。何か一言お願いします。はい、ジグヘッドはジャコビーで、ネコリグとかダウンショット、要はワームの動きをこう生かしたい釣りにはジャコビー Q、 それで使い分けてもらって、その使い分けを覚えてもらったらいいと思います。で、フェコで NBC、JB の大会で使えるんで、ぜひ大会で使って優勝してください、はい、優勝してください。お願いします。お願いします。上田はこれで2014年優勝しました、マレヒルカップ、皆さんもぜひ使ってみてください。お願いします。お願いします。はい、2015年バレーヒルの新しいロッドです。レゾンオデッサ、もともとバレーヒルには、レゾンジャブローっていうシリーズがあったんですけども、すごくねトータルバランスの優れた竿が、まあ、ジャブローだったんです。感度が良かったり、キャストフィーリングが良かったり、魚が上がりやすかったりで、その中でより感度を上げてみようってことで作ったのがこのレゾンオデッサです。ですんで、綺麗なね、ジャブローは綺麗な五角形のバランスなんですけど、これは感度っていうところがピュンと飛び出てます。まあ、その代わりちょっといろんなところちょっとへこんだりはしてるんですけど、少しだからフィーリングの違うサーブになってると思いますので、今までジャブローを使っていただいてた方にもおすすめですし、またこれから初めてこのレゾンシリーズ、バレーヒルのレゾンシリーズを使いたいなと思う方にも最適な一本だと思います。値段も3万円ちょいちょいぐらいなので、購入しやすいかなと思いますので、ぜひお願いいたします。